形がやっぱあれ子供、まあ、500円でよくここまで作ったなっていうのが、うん、100円の重みってちょっとヘビー級やで、うん、あ1回やな。縫製は雑誌付録程度、使ってたらでも壊れそうな気がする。メイドインジャパンの世界のジャッシュ・ジコです。僕たちは普段革の財布やバッグを作る職員をやっております、うん、そうで、あの先日、うん、テレ東出まして、はい、ちょっとその時の話、俺の伝えたメッセージあるんですけど、うん、最後でいいですか。あ、最後でいいです。で、あの今回もあのダイソーさんということで、久々ですね、やっていこうと思っております。今回リュックですね、うん、550円なんですよ、今回ね。で色が、黒、ピンク、ベージュの3色展開で、ダイソーのオンラインストアで買いました。これまたダイソーが経営しているおしゃれなお店スリーピーでも販売してるみたいですね。550円のリュックって果たしていかがなものかっていうので、うん、今回ねやらせていただこうと思います。はい、チャンネル登録よろしく。そのわけで今回3つのトピックでこの動画構成いたしました。1つ目、現役バック職の我々がこちらの550円リュック全体的な印象を見ていきます。で2つ目ですね、強度、機能性、素材、作り込み、縫製、3つのポイントを持って現役バック職の我々が細かく徹底的にレビューいたします。で3つ目のトピックが、なぜダイソーは安くてもやっていけるのかっていうのを、ニュースソースをもとに紹介させていただき、現役のバック職の我々が解説いたします。5秒告知。はい、クッペでございます。こちら2月3日に販売いたします。安いです。安くはない。安いです、はい、あ、来ません。安売りみたいな感じするな。安いよ。なので米で作ってます。では全体的な印象を見ていきます。全体的な印象、はい、じゃあ全体的な印象いきますか。はい、この間あのじゃあやるけど最後冷たいな。形がやっぱあれ子供、大きさの話、大きさの話。いや大きさの話じゃねえ、あのターゲット、そうなの、うん、まあ、500円でよくここまで作ったなっていうのがありますよね、うん、しかしながら500円っていう感じはするよな。だから、ね、ユニクロワークマンの100円のそれとは違うよな。ユニクロワークマン自由の100円の重みってちょっとヘビー級やったよね、うん、だいぶ重い、だいぶ一発重い。ユニクロワークマンが500円で作ったらこんな感じにはなってない気がするな。もっとなんかすごってなるような感じにはなってそうやけど、うん、まあ500円、ね、まあ、ダイソーまあ100均ショップなんで、100均ショップなんでね、はい、バッグの専門とかファッション系じゃないでしょ、うん、その辺も加味した上でじゃあ細かく見ていきますか。はい、ではそれぞれ詳しく見ていきます。はい、いきます。強度いきましょう。はい、まず強度、いつも通りここですね、一番負荷がかかるのは。ちょっと見ていきますか、はい、まあ500円か補強とかはされてないと思いますが、うんうん、まあ補強はされてないですね。こういう作りで気になるのはこのテープ、グログランテープっていうんですけど、まあ一般的にはここを縫ってからこのテープを縫うために2回縫うんですよね、っていうのが一般的な作りですが、まあ2回縫った方が強くなりますよね。この果たしてこれは2回縫ってるのか、それとも1回でいってるのかっていうのをちょっともうほどいちゃいます、はい、これで1回やな。まあそれ1回でしょ、1回でいってるから、一重でいってるから、こんだけでもう、こう地縫いで止めてはいた、うん、から思ったよりもう1回で縫ってるだけでしまいか終わりかなと思ったけど、地縫いはしてるから、まあ思った以上に強度がないわけではなかったっていう今で、この下とかも見てみますか。じゃあもうどうなってるか見ます。さあどうですか。2回縫ってると思ったけど、2回縫ってるのは縫い直してただけやった。このいっぱい縫ってるなと思ったら、なんかあのグログランテープがこっちから多分縫ってるんでしょうね。こっちから縫って、うん、この止まってなかったからもっぱつ縫ったっていうだけやった、うん、まあほどくこともせずに、うん、でまあどうなってるかこっちも開けちゃいます、うん、やっぱここも1回で縫っているが、しかし地縫いはしてるのかな。地縫いしてるけど、もうほどけかけの地縫いやな、うん、これ分かりますか、このグラグラから。まあ強度はよろしくはないですよね。550円やろ、まあ安いからある程度それを考慮して4いきますか。はい、機能性いきます。背負ってみますか。背負おうと思ったんですけど、さっきの地縫いがもうほどけちゃったんですよね。うん、機能性ってでもどうなん、機能性って何、もうこれほどけだから急調あれやねんけど、これ地縫いが取れる設定じゃなかったから、地縫いまで取れたから、まあ、機能性で言うならどうなんですか。まああんま入りはせないです、まあちっちゃいんで、ね、リュックの良さはキャパじゃないですか。キャパやけどそれはないですよね、うん、だからちっちゃいバッグ、うん、でも小さいリュック流行ってませんか、若い人が。それって機能性で流行ってるわけではないよな。だから可愛いっていうのは今回評価には入らないんで、その機能性というのはそんな機能はないですよね。うん、うん、4。はい、それでいきましょう。はまあ、500円にしてはなんかしっかりした硬めのを使ってるなっていう印象は受けますが、
ファスナーとか YKK 製とかではないノーブランドファスナー、うん、でコイルファスナーで色付きコイルファスナーって感じですかね。金具とかも、樹脂にメッキしてるっていう感じの、よくはないですよね。まあ生地が普通で他がまあファスナーも別に悪くはないですよね、うん、で550円にしたら6。では作り込み丁寧さどうですか。作り込みはやっぱり作り込んでないですよね。まあ550円からしゃあないっていうのもあるけど、この裏地とか見てもらったら裏地を使わず裏が丸見えみたいな、うん、でまあここに裏地を使っているのはこっちにポケットを作りたいから使っているっていう、まあ機能的に、うん、まあそうじゃないとここにポケットができないで使っているっていう感じ、うん、作り込みで言うならめちゃくちゃ簡単な作りにしてますね。かなり簡単な作りにしてます、うん、なんでまあ550円やからっていうのも加味すると作り込み後、縫製は雑誌付録程度、雑誌付録っていう感じの縫製って感じだから、形とかもやっぱこう綺麗に出てないですよね。かといってどっか糸途切れて縫い直しとかしてる様子もないんで、うん、外見的には全然いいですよね。まあちょっとさっきひっくり返してみたら二重で縫ってたりっていうのもあるんで、その辺550円を加味して言うと5よっしゃっていう感じです。結果&総評、じゃあ3回ポイント発表していいですか。はい、強度4、機能性4、素材6、作り込み5、縫製5の足して平均出しますと4.8でした。え、そんなにいくことですか。お前あんまこれ入らないんちゃうか。はい、そうね。まあ、そのわけで4.8までですよ、はい、550円で、うん、ユニクロワークマン自由が強すぎるから4.8なんじゃないですかこれ。やっぱりあのダイソーはいろんな商品を作るから、まあ、ワークマン、ユニクロとかやったらアパレルとバッグとかそういうのに特化してるんで、うん、100円の重みが違うというか、1000円のバッグでも全然クオリティが変わってくるんです。ダイソーはそういう絞ってる戦略じゃないんでね、会社のやり方が仕方ないんかなっていう部分もありますね。まあそんな感じでございますね。なんかダイソーで使ってたらでも壊れそうな気がする。1回しか乗られてないそういうことで、うん、あのコストダウンってされてると思う。思ったけど、うん、壊れるとかそういう概念がないものを買う方がいいんかなって思った、うん、そのファイルとかあるやん、そういうの別に使ってて壊れるっていう概念あんまないやん、うん、ハンガーとか、うん、そういうの方がいいんかなっていう買うときはっていうふうにちょっと印象を受けましたね、うん、まあバッグとかまあまあおすすめ壊れるっていうのあるやん、ちぎれたりっていう、あまり積極的におすすめしないからね我々的にまあまあまあ、まあうん、っていう印象を受けましたね。ダイソーがなぜ安く売っていけるのか。じゃあ3つ目のトピックです。なぜダイソー安くてもやっていけるのか、これ解説します。100円ショップ実は粗利率が高い、ミニッツ TV さんよりですか。一部の商品を除き100円ショップの商品はどんなに原価が高くても100円の値段で売っています。中には当然原価100円以上のものもあるのですが、原価率が非常に低い商品を組み合わせて販売することで総合的な粗利率を高くしています。これをマージンミックスと言います。前述したようにお客様は100円という手頃さからつい何点も予定外の商品を衝動買いしてしまいがちです。そこをうまくついたビジネスモデルと言えるでしょう。ちなみに100円ショップで最も原価の安い商品は歯ブラシで、その原価はなんと1円、次に ビニール傘の10円で、サングラス、ネクタイが20円、電球、靴下が50円、乾電池が80円と言われています。反対に原価の高い商品は土鍋、フライパン、長江のほうきで、これらは100円以上の原価になりそうです。以上ですか。ああ、以上かな。まあ確かに100均行ったら1個買って臭くなるっていうのはなかなかしないですよね。ビニール傘10円ってコンビニのやつとはクオリティが違うのかな。いや高い。でも私ダイソーで買ったことあるから、めちゃめちゃすぐ劣化します。1回だけ行けたらっていう感じ。ジムの歴史な傘差していくの雨の日、いつも帰り同じコンビニなんだけど、うん、そこで、うん、傘をなくして帰ってきて、うん、でまたジム行くときにそこで傘買って、うん、帰りしたらそのコンビニ寄ってそこで傘なくして僕ずっとルーティンしてますね。その錬金術やん、そのコンビニからしたら逆錬金術師。歯ブラシ1円ってやばない。そうなんありえるの。歯ブラシぐらいだと1円でできるのかちょっとよくわからんけど、逆に高すぎる利益率がまあそんな感じですね、うん、ヒロさんがめちゃめちゃ言いたかった話、これもハマチでよかったら書いてください。安いよ安いよ。安ない小売り方さえへん、ね、安いよ、うん、まあ適正価格で売ってます。まだ売ってないやろ。ほんで遅れた、うん、土曜日、今週土曜日3日ですね、2月、まあ、行くわ、うん、あの我々に白羽の矢が立ってテルトさん来てくれたわけ、うん、前日に連絡あって、うん、で撮影していいですかって言って、うん、やるかどうかっていう徹底的な議論して、変としてあのやるって言ってって言ってた、やるって言ってって言っちゃったらすぐ来ていただいたわけ、うん、まあ見てくださった方いらっしゃると思うんですけど、うん、ワールドビジネスサテライトで放送していただいて、うん、放送前からみんな出てたわけ、多分お兄ちゃんのカットなくなっちゃうつって、過去にもそういう場面があったんで、以前僕が全カット1回になったんでで3分で枠をやったわけよ、うん、俺ら動画も編集するから、うん、その求められてることっていうの大体分かってるから、お前が
が解説してるとこだけ使った方がまとまりのいい動画になるから漏れないよねって話しとってん、うん、で別に僕も出たいって意思はなかったわけ。この指示公募の名前が認知されればいいなと思ったから、うん、でしかもニュースのついでに紹介される程度やから、だからがっつりプロモーションでもないっていうのも分かってるわけよ、うんね、っていうのでやっとって、で放送だったら見事にお前だけやってんな、やっぱそうだったよねやつで、うん、次に会社来て兄貴のところ全部カットされてるわけ、ははみたいな朝礼とかでさ、うん、公募なんか全部案内して、うん、片紙の話とかめっちゃ説明してたねんかとか言って、うん、ネタとして笑っとったわけ、その、うん、その担当者の方いるでしょ、うん、家帰ってゆっくりしとったらさ、うん、すごい謝罪されたわけ、メールで何があったと思って、そのメールあるでしょ、上戻ったら何て言ってるか分からない、こっちが兄が、うん、とても気を落としていましたって言われると、あれちょっと待ってと思ってあいつ出たかったのにさ、うん、カットされて気を落としてるみたいなニュアンスなれへんなる、どう考えてもない、伝えるって難しいよな、ネタで笑かそうと思って出られへんかったっていうのを、うん、そういう風な感じで言ってたのが直接伝わるとは、うん、アプリヤフーニュースになってましたよ、だから今度ドクターがその話したいって言ってましたよ、その話をドクター目線でより深掘りしてやってくれるってことですか、ドクターは業界の裏話、うん、僕らにしてますからね、でそういったことを踏まえてまたその動画撮っちゃおうかなって言って、うん、で多分これ、うん、ユニクロシーンのこの話って結構まだ継続的にされるはずだから、うん、ポンってニュースになった時に、うん、まあ、我々の動画多分まだ目立つと思うんで、まあ、それちょっと狙った構成にしようかと、そうですね、はい、よければメディアの皆さんもぜひ取材お願いします、はい、お願いします、よろしければ、そのメディアに合わせた喋り方できるんで、そうです、いやそんなことない、緊張したことない、デレデレだけいいじゃんそれ言ったらメール打ち出すね、また先日の続きですからね、未だに気を通しています、はい、さよなら、さよなら、新進工房今日の様子、髪の毛切った神木さん今何してますか、今度はランの色を抜いてます、ありがとうございます、頑張ってください、はい。